そうですね。全く見れないよりは絶対見れた方がいいですし、それからあと、お話ししてて、そのまま、そこにあるものを、現地の工場から見せてもらったりとか、工場の雰囲気が伝わったりとか、そういうところはあるので、少しでもそういう情報っていうのは欲しいですから、ありがたいですね。やっぱりこういう業界だと、中国とか海外とのやり取りになってきますので、そうすると通訳さんを交えながらこうやると、やっぱり大変時間がかかる。一つの、商品立ち上げるのに半年とかかかってしまうんですけれども、こういうところでうまく話ができるようになれば、早くできますし、こういうところに、出品されている方は、信頼できるパートナーになれると思いますので、こういうところで利用するのもいいのかなというふうには思ってます。先ほど中国とオンラインで、向こうの社長さんというか営業の方と話をしまして、一つの商談というか素材の調査のちょっとお願いができましたので、ほんの10分でできましたので、そういうのはすごい早くできるなというふうに痛感してます。やっぱり多数の海外メーカーさんが来れない中、こう商品を触らせていただけるっていうのは非常にメリットありますので、ぜひやっていただきたいなと思います。